ようこそもっと知りたい話題へ。ナビゲーターのあやかです。さて、皆さんは愛国心と聞いて何を思い浮かべますか？愛国心とは、読んで字のごとく自分の国を大切に思う気持ちのことですが、日本人は意外と愛国心が強い方が多いのではないでしょうか。しかし日本人は、日本人であることを誇りに思える場面があったとしても、それをことさらアピールすることはありません。それこそが日本人独特の奥ゆかしさからくる美徳とも言えるのですが、自身の意思表示を当たり前とする海外の人から見ると、日本人は自己アピールが足りないと思われてしまっているようです。とはいえ、日本人は声高に自分たちのアイデンティティを叫ぶ必要はないとする説があります。なぜなら、日本人は特別な人種だからです。ということで、今回は世界が震撼する日本人の起源説と題しまして、日本人とシュメール人の不可思議な共通点と GHQ やバチカンが恐れる日本人について見ていきたいと思います。それでは行きましょう。日本人シュメール起源説。シュメール人は遥かな古代、どこからともなく古代バビロニアに現れ、何の手本もなしに独力で人類初の文明を築き上げたと思ったら、またもやどこへともなく姿を消してしまったとされる謎の民族です。シュメール人はどこから来たのか、またどこへ消えたのか、これらの謎はシュメール問題と呼ばれ、現在も研究の最中にあります。古代バビロニアとは、日本人なら誰もが知っているメソポタミア文明が栄えたとされる地です。そして世界最古の文字とされるシュメール文字を持つシュメール文明は、現在の歴史学上世界最古の文明とされています。そんな謎多きシュメール人がなぜ日本のルーツだと言われているのでしょうか。日本人シュメール起源説が唱えられたのは江戸時代に遡ります。時は1690年、江戸幕府は第5代征夷大将軍徳川綱吉の時代です。当時、長崎の出島に医師としてやってきていたドイツ系オランダ人のエンゲルベルト・ケンペルが、日本のさまざまな情報を今日の日本という題名で執筆していました。今日の日本はケンペルの死後に出版された日本史の草稿として知られており、日本史は当時の知識人の間で一世を風靡し、ゲーテやカント、モンテスキューらが愛読することによって、19世紀のジャポニスムにつながっていったとされています。ジャポニスムとは、ヨーロッパで流行した日本趣味のことであり、その痕跡はゴッホやモネなどの偉大な画家による名画に色濃く残されています。その日本史中に日本人シュメール起源説が書かれているのです。つまり、この説は今からおよそ300年前に日本に来たオランダ人学者によって唱えられたのが始まりだったのです。古事記とシュメール文明の偶然とは思えない類似性。ケンペル氏は古事記をもとに日本史を研究し、古事記にある高間ヶ原は古代バビロニアにあったのではないかという説を提唱しました。その根拠は、古事記に数多く残されているシュメール文明を思わせる記述です。例えば、日本という国はイザナギの御事とイザナミの御事という夫婦神が天から降り立ち生み出したことになっています。シュメール文明にはミグドという言葉があり、意味は天下る開拓者です。ケンペル氏は、日本の夫婦神は天下る開拓者だと示唆した上で、天皇を指す帝とミグドの発音が似ていることに注目します。そして、天皇を指す言葉のもう一つの尊称スメラ御事について、シュメールがスメラとも発音できることに着目し、天皇のご先祖様はスメラの天下る開拓者ではないかと説いているのです。ケンペルが注目した日本の言語。さらに、ケンペル氏は言語とその特性が民族の起源を知る手がかりとなるという考えのもと、日本語の構造に着目し、日本語は隣接する諸国の言語と構造的な関連性が見出せないという結論を得たようです。例えば、同じ漢字を使用してはいますが、中国語と日本語は構造が全く異なります。日本語には中国の言葉が多く見られますが、
それはポルトガル語のパンやボタンなどが使われていることと同じ外来語としての使用に過ぎず、中国の書物を読む際に日本人は書き下し文が必要になります。つまり文法が全く異なるのです。それから時は流れ、20世紀になって欧米考古学者、言語学者、オリエント史学者などによって解読され始めたシュメール人の文字と言語は次のような特徴があることが明らかになっています。シュメールのくさび型文字は漢字の形成とほぼ同じ過程を経て成立している。シュメール文字は現代日本語の漢字仮名混じりと同じ構造を持っている。シュメール文字は子音と母音を記している。シュメール語は膠着語である。一方日本語は母音が非常に強調されるという特色があり、日本人は漢字仮名混じりの文章を日常的に使用しており、文法は単語に手、に、を、は、がなどを補足していく膠着語です。ここまで共通項が揃ってしまうと簡単に否定できなくなるのは一般人も専門家も同じと言えるでしょう。ところがケンペルの思想をもとに研究を進め、執筆された書籍はすべて戦後 GHQ によって禁書となり、公にこの説を唱える学者はいなくなったとされています。 GHQ とは1945年に東京に設置された太平洋戦争後の日本を占領管理するための最高司令部です。 GHQ が日本人シュメール起源説を禁書とした理由。世界文明の祖とされるシュメール人が日本人の祖先であってはいけない理由、それはひとえに GHQ が敗戦国であった日本に対して行った愚民政策にあるといえます。愚民政策とは、政治を執り行う人物が国民を愚民と呼ばれる政治的無知状態に陥れ、その批判力を奪おうとする政策です。つまり民主主義の根幹である国民の政治参加を阻害する権威主義に基づき、人々の知性を意図的に非民主的な方向へ変更させる政策です。なぜ愚民政策が必要だったのか。それはアメリカが日本国民を恐れていたからではないでしょうか。大戦において日本は敗れていますが、大国であるアメリカは東の果ての小さな島国であった日本に大いに苦しめられました。そのため愚民政策はアメリカが日本人を優秀と認めた上で行われたと示唆できるのです。 GHQ が恐れる日本人の起源。シュメール文明は非常に高度な文明だったと言われています。中でも天文学においてはその知識は現代をしのぐほどだったようです。例えばシュメール人は太陽系の惑星をほぼ正確に知っていただけでなく、驚くべきことに肉眼では見えないはずの天王星、海王星、冥王星の存在も知っていたとされています。ちなみに天王星、海王星、冥王星はおよそ200年前まで人類がその存在すら知らなかった惑星です。それを5000年前の古代シュメール人は知っていたのです。なぜ遠い宇宙の果てを把握できたのか。その答えとして有力視されているのが古代宇宙飛行施設です。古代宇宙飛行施設とは、人類史上の古代または超古代に宇宙人が地球に飛来し、人間を創造し、超古代文明を授けたとする疑似科学の一つになります。その中でシュメール文明はアヌンナキと呼ばれた神が人類を創造したとされています。その根拠はアヌンナキが惑星ニビルから訪れた宇宙人だとする記述がある粘土板が発掘品として見つかっているからです。もしもそれが本当だとするなら、遥か古代に肉眼では確認できない天王星、海王星、冥王星を把握していた謎の明確な答えになるでしょう。しかしだとしたら、シュメール人の末裔である日本人は神の末裔ということになります。それこそが GHQ が隠したかった真実と言えるのではないでしょうか。このような日本人の秘密に迫る記録は、あの司会文書にも登場します。人類滅亡を救うメシアは日本人。シュメール文明と深い関わりがあるとされている司会文書とは、
1947年に市街近くのクムラン洞窟の中から発見された文書群です。そこには旧約聖書の最も古い写本が含まれていたため、20世紀最大の考古学的発見と言われています。しかし発見から半世紀以上を経た現在でも、未だにその全容は解明されていません。そんな中、解読に時間がかかりすぎているのはキリスト教の総本山バチカンが妨害しているからだとする陰謀論が流布されました。なぜ妨害するのかというと、司会文書にはバチカンにとって都合の悪いことが書かれているからだというのです。その都合の悪いこととは、終末戦争に関する記述の中で、光と闇の両軍にそれぞれのメシアが誕生するという予言があり、このメシアの一人が日本から誕生するという噂があるのです。具体的な記述は、メシアは聖書を知らない東の国から現れるとなっているのですが、聖書の影響が少ない日本はこれに一致します。とはいえ、キリスト教にとってメシアイコール救世主はイエス・キリストただ一人です。まして聖書を知らない国からメシアが誕生するなんて、バチカンにとっては認めることが難しいと言えるのではないでしょうか。 GHQ とバチカンが隠したかった真実とは。ここまでの考察において、 GHQ とバチカンに特段のつながりはないのですが、その隠そうとしている内容には同じような匂いを感じませんか？GHQ が日本人をシュメール人の末裔と認めたくない理由は、古代人が神と崇めた宇宙人アヌンナキが日本人のルーツだとしたら、日本人の特別さを認めざるを得なくなるからではないでしょうか。そしてバチカンがメシアが日本人であってはならないと考えている理由は、聖書の教えを浸透させることができなかった東の果ての国に神がいると認めることができないからなのではないでしょうか。ここで一つの結論が導き出されます。それは、もしも日本人のルーツがすでに大きな力を持つ国や階級層にとってその地位を脅かすものだとしたら、日本人を神格化させたくない白人至上主義の闇の勢力は、たとえどんな手段を使ってでも隠匿しようとするのではないではないかということです。とはいえ、もしも日本人が箸にも棒にもかからない人種だったら、そこまですることはないでしょう。導き出された結果を隠蔽しようと躍起になるのは、現在の日本人が世界が注目するに値する優秀な人種であるからこそと言えるのではないでしょうか。さて、いかがでしたでしょうか。今回は世界が震撼する日本の起源説と題しまして、日本人とシュメール人の不可思議な共通点と、GHQ やバチカンが恐れる日本人について見てきました。日本人の起源については現在も議論の俎上にあり、解決の糸口は見えていません。しかし古代のペトログラフ解読によって、徐々にその核心に近づいていっているとする説もあります。さまざまな憶測がいつか一本の道となり、私たちのご先祖様が確立される日が来ることを楽しみに待ってみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。